はい、みちやまです。子供が学校に行けない、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、小学生の不登校、これがね解決した流れ、ここについてねお話ししていきたいと思います。というのもですね、今年の6月に私が行っている、思春期の子育てプログラムっていうね、まあ、オンラインのプログラムがあるんですけど、こちらにね参加してくださった、ゆうこさんという方のお子さんがですね、まあ、もともと小学生で、学校に行けてなかったんですけど、まあ、このプログラムの内容を実践していったら学校に行けるようになったんですよね。で、今日は何をやったのかっていうのがね、まあ、実際にお聞きしたので、その流れをねお話ししたいと思います。まあ、なのでこれ聞いていただくと、同じようにやっていただければ、お子さんがまあ学校に今行けてなかったとしても、まあ、かなり解決に近づいていくと思うのでね、まあ、ぜひお子さんが今行けてないっていう場合はね、参考にしていただければと思います。はい、じゃあまず、どんな状態だったかね、ゆうこさんの内容をまずお話ししていくと、もともと小学校3年生ぐらいからさみだれ登校になっていたんですよね。まあ、この時からだからちょっと徐々にね、まあ、不登校の、まあちょっと雰囲気が出てきていたと。で、結果的になんでそうなってしまったのかというと、もう学校に行くだけで疲れているような状態だったんですよね。で、さらに疲れている状態だと、なかなか宿題とかもできないですよね。で、宿題ができない状、できていない状態で学校に行くみたいな、このような流れになっちゃったんですよ。で、すると、どうなるかっていうと、宿題ができていない状態で学校に行ったら、先生から怒られるかもしれないって思いますよね。で、その不安とかもこう重なっていって、徐々に徐々に学校行きたくないな、嫌だな、ってのがどん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 増えていったっていうような、そんな状態です。で、まあ、今年の6月にね、こうやって、僕のプログラムに参加してくださったんですけど、最終的にはどうなったかっていうと、現在はですね、まず普通に宿題は、できるようになりました。つまり、頑張れ、力がついてきたってことですね。で、宿題ができるようになれば、結果的にその不安もなくなるので、うん、まあ、学校にも行けるようになりますよね。で、さらに、それだけじゃなくてね、1日1回はもう授業中に手を挙げるっていう、ね、目標を、まあ、お母さんと一緒にこうやって決めてですね。で、そのために、じゃあ手を挙げるためにはどうしたらいいかなってなったら、やっぱり予習していくからこそ手を挙げられますよね。だからこれ予習もして学校に行けるようになったっていうことです。つまりどういうことかっていうと、まあ、学校に行けるようになったのはもちろんね、しっかり行けるようになったのはもちろん、それ以上の部分、つまり勉強も頑張れるようになったってことなんですよね。で、テストの点数はどうなっているかっていうと、まあ、小学校の場合はね、うん、1教科100点満点のテストが、まあ、こう定期的に行われるわけですけど、もうほとんどの教科が90点以上が取れているそうです。うん、で、しかも、これ、親がね、こうなんか勉強しろって言って指してるんじゃなくて、親が何も言わなくても勉強しているような状況なんですよね。うん。まあ、つまり、もともとはね、本当に宿題すらできなかった子が、しかも学校もなかなかね、ずっと行けていなかった子が、自ら行けるようになって、さらに勉強も頑張るようになっているって、本当にね、すごい変化かなと思います。うん。まあ、まずはね、素敵な報告を送ってくださった、ゆうこさん、親子、本当にありがとうございます。はい、じゃあですね、実際にゆうこさんの、がどのようにお子さんに向き合っていったかっていう部分ですね、ここも具体的に解説していきたいと思います。うん、まあ、最初にお話ししたようにね、同じことを意識していただければね、結構いけるようになる子多いと思うのでね、うん、ぜひそんな感じで聞いていただければと思います。で、まず何をしたかっていうと、学校を休みたいとお子さんが言った時は、もう無理せず休ませるようにしたんですね。で、これ結構ね、判断難しいところだと思うんですけど、子供が休みたいと言った時に、あなただったらどう対応しますでしょうか。まあ、ほとんどの方はね、もう何言ってんの、そんな頑張っていかないとダメでしょって言って行かせると思うんですよね。で、もちろんこれがただのわがまま、要するにね、俺ちょっとゲームやりていいから今日ゆうこさんやサボるわとかっていうような感じだったら、何言ってんの、頑張っていきなさいっていいんですよ。でも、このゆうこさんのお子さんの場合は、もう学校で疲れてヘトヘトになっちゃってて、宿題すらできないで、もうちょっとお母さん今日行けないっていう状態ですよね。これってもう体力が限界だから行けないっていう状態なんですよ。ここでもし親がね、無理やり頑張っていきなさいって言ったらどうなるかっていうと、学校にさらに疲れている状態で行って、で、家に帰ってきてもっと疲れるってなりますよね。すると本当に朝起きられなくなって、もう長期的な不登校になっちゃうんですよね。ただこういった時は基本的には休ませて体力を回復させた方がいいです。うん。で、さらにもちろんこれだけじゃダメで、もう一個ね、やったことがあって何かっていうと、栄養のある食事をたくさん作られたそうなんですよね。まあ、もともと小学生ってそんなに体力がね、まだあるものではないので、やっぱ、ゆうこさんのお子さんのようになることってよくあるんですよ。で、この時にじゃあどうしたらいいかっていうと、今一体無理させないってことに加えて、やっぱりね、体力をつけていくことで学校にも行けるようになってくるので、栄養のある食事、例えばお肉、野菜とかね、こういったものをしっかりね、お父さんお母さんが作って、で、食べさせてあげるように意識したそうなんですよね。まあ、そしたら、心面の、まあ、回復もして、さらに体調面、体のね、部分も、まあ、体力も増えたり、回復もしたりして、で、両方でね、エネルギッシュになってきたんですよね。
で最終的にはまあ学校にも行けるようになって勉強も頑張れるようになったっていうことです。であともう一個意識されたことがですね、やりたいことを結構やらせるように意識されたそうなんですね。では、具体的に何をやらせたかっていうまではねちょっとお聞きしていないんですけど、まあこれをしたことによってどうなったかっていうと、子供はですねそのやりたいことをやるときに気持ちがリフレッシュしますよね。つまり学校で多少嫌なことがあっても、まあ、あの気持ちがリフレッシュするので、まあ、次の日にはね頑張っていけるようになるわけですよ。だからこう気持ちのねこう切り替えもできるようになったんですよね、うん、だから、まあ、子供が何かやりたいっていうものは積極的にやらせていくってこともね実は不登校解決とかにね、つながっていきます。まあ、今回お話ししたようにねお子さんが学校に行けなくなった場合、まあ、いろんな理由があるんですが、それを、ね、ちゃんとこれはこうだからこうしようこれこうしようっていうふうに全部ね理論立てて解決していけば基本的にはね不登校っていうのは解決することができます。まあ、なのでもしお子さんがね何か今学校に行けてない問題とかあったら今日の内容を参考にですね、ぜひお子さんにね向き合っていただければと思います。で最後に1点だけ、お知らせなんですが、2021年12月5日の、日にですね不登校解決勉強会というものをね行います。これ何かというと、まあ、僕はね、まあこうやっていろいろ今不登校のサポートとかももちろんしているんですけど、まあ、完全な専門は不登校っていうよりもやっぱどちらかといったらね成績アップとか高校受験とか、まあ、こっちの方が僕としては専門なんですよね。で不登校ももちろんねその延長なのでね、できるサポートはしてますけど、まあ、本当に悪化しちゃった子とかはやっぱ僕だけではどうにも対応ができないケースとかもやっぱりあるんですよ。でこの場合どうしてるかっていうと、フリースクールの先生をやってるね小出博文先生という方がいらっしゃるんですけど、その先生にちょっとお願いしてですねサポートしてもらってるんですよね。で本当に小出先生のサポートを受けられた方って早ければもう本当1ヶ月ぐらい、まあ、平均すると3から6ヶ月ぐらい、時間がかかる方だとね、まあ、1年とかの方ももちろんいらっしゃるんですけど、まあ、子供の状況にはよるんですが基本的には不登校解決できるんですよね。でこれなんで解決できるかっていうと、今言ったこの理論立てて解決していくっていう流れを本当に小出先生の場合はね僕が今さらっとお話ししたもの以上に細かい状況でこうやっていくんですよ。あこの子はこういう気質だからこれでいこうとか、まあ、この子は今この状況だからまず最初にやるべきことはこっちだとかね、本当に今の子供の状況と気質この両方を見てやるべきことをこう決めていくんですよね。だから本当に最短で解決していくんですよね。で前々からこの、ね、手順ってすごいなって僕個人的に思っていて、でそれを小出先生とこう、ね、何度も何度も打ち合わせをしながら、まあ、誰でも使えるような形で作った勉強会が今回の不登校解決勉強会なんですよ、だからまあもし、ね、お子さんが今学校に行けていない、もしくは行けてはいるけど結構欠席が多いとかね、あとは現状は行けているけど、まあ、兄弟がねなんか、不登校になったから少し、ね、この子もならないか不安とか、あとは、まあ、今は一応行けてるけどなんか高校に行ってから行けなくなって不安になるとかね、こういった場合は、まあ、今回のお話しっかり聞いておくと、もし子供がねなんか状況が変わった時に、あ今この状況だからこの対応だなってことがすぐに分かるようになるんですよね。そうすると、まあ、長期的な不登校にもならずに済みますし、もしくは今不登校の場合は、あ今はこの状況だからまずここからやっていこうっていうね、まあ、やることがね明確になるので、本当お子さんのね不登校解決につながるかなと思います。もし興味があればね、詳細欄にリンク貼っておきますのでね、まあ、こちらもチェックしていただけると嬉しく思います。